皆さんこんにちは、クラインアウェアの矢沢です。今回はメガネ好きに刺さるデザイナーズアイウェア、ジャック・デュランのご紹介です。この度クラインアイウェアでこのジャック・デュランの取り扱いをスタートいたしました。メガネ好きの方はもうご存知、知名度も高い人気ブランドなんですけれども、改めてこの人気モデル振り返っていこうと思います。まずこちらの506パックですね。このジャック・デュランの特徴なんですけれども、まずこのエッジの効いた削り出しですね。厚みのあるアセテート生地を丸みを持たせずにカリッカリに立たせた、この角張ったアセテートフレームの削り出しの質感が非常に特徴的でかっこいいです。続いてこのこう見ていただくと分かるかなと思うんですけども、このフロント部分ですね。通常のメガネはもっとこう丸みを持たせてお顔に沿うように R をつけてるんですけども、ジャック・デュランのメガネはこのフロント部分が真っ平らです。この真っ平らな、フラットなフロントによってかけた時にひときわこう印象が際立つような作りになってます。パッと見はわからないんですけども、こういった細かなディティールも非常にこだわってます。もう一つはフロントのマット仕上げです。ジャック・デュランのマット仕上げは、一度フレームアセテートの生地をツヤツヤに磨いてから、ジュエリーに使うようなハケブラシを使って後からこのツヤ消し加工を出してます。それによって非常にこう品のいいこのマット加工になります。でフロント部分はマット加工なんですけども、この側面の部分はツヤを残したままなんですね。そうすることでマットとツヤありの部分のコントラストが効いて奥行きのある立体的な仕上がりになってます。今回はジャック・デュランのご紹介をしました。これから人気モデル、またちょっとレアなモデルも含めていろいろとラインナップ充実してきますので、ぜひお店に来て試してみてください。ありがとうございました。